はい、こんにちは。えー、まず、相手は左に、左に、えー、メレンドルと、えー、ウィルバーがいます。えー、ここを狙うのであれば、えー、赤チームが良さそうだなと考えています。えー、前衛のアタッカーが青なので、えー、緑もいいなと考えています。えー、とりあえず、とりあえず、 えー、メレンドルとウィルバーにスキル発動されても構わないと考えて、えー、こちら緑単色にしました。えー、ウィルバーを考えて、えー、緑単色です、えー。メレンドル入れています。バフ解除です。メレンドルとは相性悪いんですけれども、レンを入れています。この辺はどうなるかなと、どうなるかなと、えー。チームとしては、 えー、バディを中心として、えー、オーラとメレンドルでなんとかなるなと考えています。えー、最後、何かと便利なテトーク入れました。はい、ではいきます。えー、右に緑があったら、まずはソーニャを狙う。えー、左に緑があったら、えー、スキルを発動されて構わないんで、えー、左でマナーを貯める。はい、行きまーす。 結構来てくれてますね。どうしましょうね。どうしましょうね。ま、とりあえず、裏エウスにスキル発動されても、こっちまだミニを呼んでないですし、ここ行きましょうか。では、青ダイヤを作って、 でもってこの青ダイヤを消せばこの青ダイヤを消せばいいですねいいですね青ダイヤいきましょう青ダイヤいきましょういきましょうはい耐えてますね耐えてますねえー、ではさらにさらに赤ダイヤいっちゃいたいのはぐっと我慢して えー、緑を近づけて近づけてでもってまだ貯めてまだ貯めて、えー、相手に回復さやった、えー、相手に回復されてもいいとは思ってましたがやっぱり倒せると気が楽ですよねそれではそれではそれでは えー、まず回復しましょう。まず回復しましょう。で、持って、えー、ミニオンの壁は張りましょう。ミニオンの壁は張りましょう。えー、で、持って、で、持って、えー、ウ裏エウス倒せそうなので、えー、オーラ使いましょう。オーラ使いましょう。先にテトークかな。 でもって,持って、えー、オーラを使ってもう勝ちは確信したんでえー、相手のウィルバーにスキルを発動されてから、えー、レーンを使うをやりたいです、えー、だからウィルバーにマナを貯めさせるために、えー、黄色ダイヤいきましょうか。 えー、今はわざとわざと、えー、動画のためにわざと、えー、ウィルバーにマナをためさせてます、えー、レイドに勝つためじゃなくて、えー、ウィルバーにマナをためさせるためにこんなことしてますはいおなじみのこれが発動しましてではレインいきましょうかではレインいきましょうか ダメージとしてはそんなに大きくないですね。まあでもちょっと可愛いんで可愛いんで。えー、それではそれでは状況が圧倒的優位なんで、もうここ行っちゃいましょうか。バリバリバリーっと。はい、ありがとうございました。まあ、レンを使ってみるでした。ウィルバーに対してレンを使ってみるでした。はい、ありがとうございました。